ネットフリックスの F1 ドキュメンタリーシリーズ、ドライブトゥサバイブ、放題、栄光のグランプリ、シーズン6の配信日が決定した。2023年の F1 を追ったシーズン6では、マックスフェルスタッペンとレッドブルによる記録的な勝利を振り返りつつ、アストン・マーティンやマクラーレンの躍進、栄光を取り戻そうと奮起するメルセデスの姿、 アルファタウリから途中復帰を果たしたダニエル・リカルドなどのストーリーが取り上げられるようだ。ネットフリックスで配信が開始されるのは、バーレーンで実施される F1 プレシーズンテスト最終日と重なる2月23日。その1週間後には2024年シーズンの F1 が同地で開幕する。2019年にスタートしたドライブ・トゥー・サバイブは、 若年層をはじめこれまで F1 に触れてこなかった層からの関心を高め、アメリカでの F1 人気を高める上で極めて重要な役割を果たした。ドライブトゥーサバイブのシーズン6も引き続き、ボックストゥーボックスフィルムスが制作を担当。アカデミー賞受賞作品、セナ、のプロデューサーであるジェムス・ゲイ・リースがエグゼクティブプロデューサーを務め、 エミー賞受賞歴もあるポール・マーティンと共に指揮を取る。2023年シーズンは1チーム、1ドライバーによる独走となったことで例年ほど劇的なものではなかったが、ゲイリースは F1 という物語を伝える上で、まだ多くの可能性が残されていると語った。我々は皆、若年層の変化について統計を取っている。 消費者に多くの選択肢がある中で、どんな大きな組織であっても、その地位を維持するのは難しい。不安 .com のインタビューでゲイリースはそう語った。新しい観客を多くスポーツに呼び込むことは、大きな満足感を与えてくれる。不安はそれにふさわしいし、誰かがそれを開拓する必要があったんだ。それは偶然ではなく、シーズンごとに、 成長しているという事実は本当に光栄なことだ。我々もそれが気に入っている。このドキュメンタリーを作るのはとても難しいが、我々はその過程やこの世界を愛している。これからも続くと良いね。ドライブトゥーサバイブは、当初フェラーリとメルセデスが制作に協力しなかったものの、現在は全チームが制作に関わっている。 シリーズ初期はドラマチックな演出のために断片的な情報や引用を紡ぎ出すという編集スタイルが批判を呼んだが、2022年を追ったシーズン後からはそうした傾向は抑えられている。